どうもロコです。それではキングダムハーツ2のスペースパラノイド後編ということでやっていきます。アクセスしましょう。移動先ピットセル。トロンはどこにいるのかな。グーフィーだめ。あれ、グーフィー、僕じゃないよ。うん、一瞬グーフィーらしくないかなと思ったけど、グーフィーはこんな失敗をしないタイプだからね。僕じゃないよ。ゲームへようこそ。ゲーム、そう、ゲームに参加してもらおうと思ってな。お前たちが負ければ消去、勝てばお前たちの勝利などありえないわ。拒否権はない。それならさっさと始めろよ。さあ、ミニゲームが始まります。ライトサイクル、L1 L2 左旋回、 R1 R2 右旋回、移動、マジェフソにアタック、チャージ、ガードと。これバイクかっこいいんだよな。おいおい、いた、あ、やりおるわ。くそ、あれ、やった、あそこから脱出できるぞ。よし、で、敵を倒しながらゴールまで行け、行けないんだよね、そのまま。はい、おいだー、いった、はい、おい、こっち、どっちだっけ。道が合ってるか覚えてね。やべ、危ね、結構ダメージでかいから怖いんだよね。ほい、うまくね、この移動のタイミングで、いや、駆使できると敵がこう壁にぶつかって倒れてくれるから、それがありがたいんだよね。だ、その代わり危ない、おいおい、あ、いた、あ、いた、この緑めんどくさいな、ガードがあって、やば、 HP 結構減ってんな。もうちょい、ガード安定か。よし、はあ、うん、なんとか。トロン、君たちどうしてここに。パスワードを伝えに来たんだ。送信してくれればよかったのに。調子？調子悪いのか？大丈夫、 DTD に行けば治るさ。うん、トロンが仲間になりました。ドナルド、
さあ、パスワード頼む。ベル、白雪姫、オーロラ、アリス、ジャスミン、シンデレラ、帰り、帰りだね。やった。DTD はスリープからアクティブへ変更します。時間かかります。処理が終了するまでゲームをお楽しみください。なんだって。またゲーム。いや、最後のセキュリティだ。ゲームなんかじゃないぞ。気を抜くな。さあ、来た来た。ゲージを食べて全てのモニターを止めろ。どんな感じだっけ。まあ、とりあえずまず邪魔なんで、あ、これは攻めればいいかな。うん、モニターモニター、あ、ちょよいしょ。よし、あと1個だね。うん、まあ敵もそこまで強くなかったし、倒してあの黒い玉っころ集めて終わりでしたね。力を取り戻したぞ。 MCP に奪われた力だ。うん、これでやっとトロンがまともに戦えるようになりますね。ついに DTD の解放だ。これで私のシステム支配も完璧というわけだ。しかし、そんな単純な言葉がパスワードだったとはな。ほほう、街を破壊するプログラムがあったぞ。早速使ってみるか。しまった。貴様、パスワードを変えたの。危ない。これで少しは時間稼ぎができる。トロン、何がどうなってるんだ。ニュース力タワーから危険なプログラムが送り出されたんだ。どうしよう。ユーザーたちの街を守りたい。ニュース力タワーへ。トロンが新しいアビリティを覚えました。よし、これで行くぞということで、じゃあどんどん行こう。いや、手をありがとう。外は大変だろうな。こっちも嫌な予感。よし、この辺でそろそろボス戦も控えてますんで、ちょっといろいろ準備していきますね。よし、じゃあまずは外へ出まして、外というか、まあ一個エリア出て、身勝手なユーザーたちの味方をするのだ。僕はソラたちの力になりたい。そうすべきだって僕の中の何かが命じるんだ。それはどういうことだ。実は僕にもよくわからないんだ。友達は助け合うもんだ、それだけ。ほら、来るぞ。
さあ、危険プログラムとの戦闘ですね。どんな感じかもう全然覚えてないけど、なんか空気読んでやる。まずじゃあトロトロやってみるか。どういう感じだっけ。バーストパルス、バーストパルス、周辺攻撃か。よし、で結構範囲が広いわけではないんだな。あでもなんか、あ、ここからは強いのか。ずっとなんか攻撃してるね、何かが。なるほどなるほど、これ集めるか。ただつは来た、フリーズ、オッケー、マスターフォーム、ここで一気に蹴りをつける、オッケー、いた。いくぞ、いた。オッケー、どんどん詰めるよ。いたぞ、なんかすげえ食らった。プリーズ。よし、遠いな。バスターフォームよりも、あれだね、ドナルドのウィズダムフォームの方が良かったね。いたー、まあ、この辺集めて、じゃあセットアップ、プログラムスタート、プログラムスタート。これバンバン打っ、そうだね、バン、このバンバンこうダメージは吸収できるのか、なんか何かが危ねいいね。これハマるといいね。ガガガってなんか、やっぱ自動攻撃みたいなのあるのは強いわ本当に。おい、フリーズ、フリーズすると必ず遠くくんだな。自分のまあやってタイミングが悪いのかもしれないけど。やばい、やりすぎた、暴走する。よいしょ、暴れてんな。ここであれか、トロントのあのセットアップができると強いんだな。あ、いた、よいしょ、遠い、しかも位置が悪い。ほら、次合いでね、固まったらウィズダムにして遠くからもう射撃しよう。その方が、あ、で取るんで一気にゲージ貯めますか。うん、当たった当たった。これこの間完全無敵なのか。アクセス完了、だったら便利だね。うわー、いっぱい来た。うわ、すげえ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 、倒しちゃったいい、セットアップの便利だね。動かない相手にはすげえ強いわ。おかげで助かったよ。 DTD に保管されているバックアッププログラムを使えば MCP に対抗できそうだ。早くシステムの支配を取り戻さないとね。それがきっとユーザーの望みだ。アンセムの望みか。なあトロン、俺たち
本当はアンセムとは会っていないんだ。パスワードは偶然見つけたようなものだし、それに俺たちにとってアンセムは敵だった。いや、今でもかな。実は僕の敵もアンセムなんだ。どういうこと？エンコム社のオリジナルシステムを改造してこのシステムを作ったのはアンセム。僕を今のシステムに合わせて改造したのもアンセム。つまり僕のユーザーはアンセムだ。でも MCP を今みたいに改造したのもアンセムなんだ。同じ人の仕業とは思えない。隠して悪かった。いいけど、ますますどういうこと？僕には分かりそうにない。答えを見つけるのは君たちユーザーの力に任せるしかなさそうだな。全く論理的ではない道順で正解にたどり着く不思議な能力にね。さあ、MCP が騒ぎ出す前に外へ。はい、ということでね、このストーリーは一旦完結ということになります。とりあえず会話だけしようか。見張ってるよ。ユーザーの世界は心配だ。早く端末を使って戻った方がいい。わかった、じゃあ早く戻ろう。データは外からコンピューターを操作して DTD にアクセスすれば手に入る。ターミナルとアクセスチャンネルは僕が確保しておく。パスワードを変えておいたから MCP はしばらく邪魔できないはずだ。アクセスチャンネル？聞かれると思ったよ。アクセスチャンネルは僕たちをつないでくれる大切な絆さ。ソラ、新しいパスワードは僕の友達。トロン、またな。うん、他のユーザーたちによろしく。フォトンデバッカー、サンダー剣ダメージが 20% アップ。ほとんど使った記憶ないな。あ、センキュー。一件落着。見ろよ。頑張れよ、トロン。それで、どうすればいいんだ？そうそう、DTD にアクセス。王様は町の様子を見に行っている。すぐに戻るから心配するな。おい、パスワードを聞かれているぞ。パスワードはね。ソラ、キャサスさ、グーフィー。実にシンプルだ。どう？よし、アクセス完了。俺は町の様子を見てくる。さっきの異変の影響が気になるからな。データは見ないの？俺たち苦労したんだぞ。すぐに戻る。ああ、ソラ、データを呼び出してコピーしておいてくれ。キーボードを操作するだけだ。簡単だろ。はい、ここからじゃあアクセスしようと思うんですけども、ここからね、ちょっとホローバスなんで、ちょっといざこざが発生します。そうするとまぁちょっと長くなってきちゃうんで、ちょっと区切りとしてはここはちょうどいいので、ちょっと短い感じもしますけども、この辺で区切りましょうか。じゃあこの辺で一旦区切ります。それでは。